はい、皆さんこんにちはでございます。ということでバルハラの続きやっていきましょう。ということでメガクリスマスの次の日ですね、12月26日でございます。ジル、おはようございます。おう、ジル、入荷した原料をギルにバックヤードで整理してもらっているところだ。私はやることがあるから今日はこの犬が責任者だ、よろしくな。え、犬が何ですって？最初の命令だ。俺っちをなでなでしろ。嫌です。なでろ。嫌。俺っちが責任者だ。命令を聞いてもらうぞ。はい、ということでやっていきましょう。曲ちょっと変えようか。がっつり変えていきましょう。はいはいはい。何を入れていくかな。適当にフェイ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 。まだ出てない音楽もあんだな。もう終盤戦だと思うんだが。OK、やっていきましょう。一日を変え、一生を変えるカクテルを。おいジェ、撫でません。いずれ必ず撫でることになる。それまで撫でなかったやつはいないからな。撫でません。撫でる。おいおい、芝銀行をよそでやってくれ。違う、そんなのしてません。そうか。撫でるって誰だ？誰でもない。おいおい、撫でるさんに失礼なことを言うなよ。そんな人はいません。そうカッカすんなって、俺っちが癒してやっからさ。黙って。ん？俺に言ってんのか？それとも撫でるさん？が、もういいからあなたたちは仕事に戻って。わかったよ。あなたそこで待て。慣れてくれたらな。じゃあ行け。何？何が起きたの？今日は随分と威勢がいいのですね。いらっしゃいま。バージリオさん。どうしたのです？変な声を出して。いつものポエムみたいな独り言がなかったから。芝居を続けるのもなかなかに疲れるものですからね。じゃあ今までのは演技だったってこと？わかりませんでしたかな？そうね。フリーディングジーンをいただけますかね？わかりました。フリーディングジーン。H か？あれ？俺なん、え？フリーディングジーンって言われなかった？ブリーディングジーンだったわ。ブロリンエキス、デルタパウダーを3、フラナイド3で、ブレンド。てんてんてん、チュン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 。提供です。そうそう、これですよ。で、芝居に疲れたっていうのはどういうことなんです？話せば長くなります。今はあまり話す気にはなりませんが。そうですか。でもじゃあどうして心変わりを？理由の一つとしては今となってはその方が安全だからですよ。寛大なし、え？壮大な同化のふりをしていたのは余計な疑いを持たれたくなかったからです。安全？近頃ではその言葉はほとんど意味を失っていましたけど。でもじゃあ返事のふりをすることで疑われないようにしていたと。そうです。それって変じゃないですか？変ですか？だってあんな返事のふりをしていたら余計目立つのでは。頭のおかしいやつだと思われれば誰も相手にしようとは思わないでしょう。え？つまりですね、目立たないようにしたいのならあなたの言う通りです。ですが私はある集団を避けようとしていまして、確かに私の気候は周囲から注目を集めたでしょう。でも皆さん一見しただけでこいつは無害だと考え、あとは無視してくれています。行いが突拍になればなるほど私という人間は読みにくくなります。そうすることでさらなるベールをまとえるわけです。なるほどね。じゃあ私はまんまとあなたの思うツボにはまってしまったわけですね。悪く思わないでほしいんですが、あなたのことをただのバカだと思っていましたから、してやられました。それは褒め言葉ですね。ありがとう。髪型は変だけどね、未だに。さてと、何かスパイシーなものをいただけますかな。わかりました。スパイシーなものはこっちから選べるんでしょうね。ブロリンエキス、デルタパウダーを3、フラナガイド3いきましょう。ブレンズ。ダンスダンダンタタンタンタンタタンタタン。提供です。はい。スパイシーなものには人の心を捉える何かがあると思いませんか？我々がスパイシーと感じるものは他の動物にとってはスパイシーではないかもしれません。ということは我々にとっての毒は他の動物には毒ではないかもしれない。スパイシーなものはお好きかな？嫌いじゃないけど大好きというわけでも、そのようなどっちつかずの態度は奇妙に思えますね。辛い、辛いものに対しては普通は大好きか大嫌いのどちらかしかありません。あなたは大好きですとも、痛いほどの辛さはもちろん、マイルドなピリ辛も。俺もすっごい辛いの好きなんだけど、最近胃の調子が悪いからね、ちょっと辛いの控えております。いつかカレー屋を開くのが私の夢です。このまま行けば実現させられそうです。お店がオープンしたら教えてください。しばらくカレー食べてないから。さてと、バーテンダー殿、ジルと呼んでください。あなたに謝らなければなりません。
あなたは私の無礼な態度にも耐え、暴言一つも吐きませんでした。それについて謝罪し、同時に感謝しなければいけなりません。お気になさらず、それどころか前回あなたがいらした時、無礼な態度を取ってしまったことを反省していたところです。まあ、あの時はタイミングも悪かったんですけども。でも謝らなければいけないのはこっちです。あなたはお客様なのだし。いえいえ、あなただけではなく、他の誰からも暴言など吐かれていませんので。でもそうなると本当は何者なんです。バージリオっていうのは本名。本名かもしれませんし、違うかもしれませんね。正体を隠したり、過去を消そうとしたり してる人たちを私が引き寄せているような気がしなくもないけど、ギルにジェイミーにあなたに何か言いましたか？いえ、ただの独り言です。このバーはどうやって見つけたんです？ある人たちを避けようとしていたら、この路地に出たのです。そう、あなたもなんですね。も？そういう話よく聞くんです。人から逃げていたらここに着いたって。だからもしかしたら、もともとここにバーを建てたオーナーは駆け込みところみたいなところにするつもりだったのかなって。なんだか私が犯罪者みたいに聞こえますが、そう言われても仕方がないような。でもここに来るのは法の手を逃れてきた人だけじゃなくて、ストーカーやしつこい勧誘から逃げてきた人もいたし、不審者よりも推しの強いセールスマンを恐れていた人も。ある意味ではセールスマンの方が、なんていうの、もう、拷問かな、よくわからないけど、ショッピング地区がすぐそばにあって厄介事も多いから、バーがあるとすればみんなすぐにやってくる。すいません、独り言が多くて。構いませんよ。ですが、私が犯罪者だと本当に思っているんですか？繰り返しになりますけど、そう言われても仕方がないですよね。でもやっぱりこれまで通りの同化かも。まあいいでしょう。ビターなカクテルいただけますかな。あ、ビターなカクテル。ブロリン、エキスオニー、カルモテリン、じゃあ適当に入れときましょう。オンザロックで、ブレンド。今日ブレンド多いな。香りの底はなない古いチョコミルクのような味、キャラメル味がするという人もいる。はい、いいでしょう。コーヒーはお好きですかな。タバコを吸うバーテンダーが言うのも変かもしれませんが、好きじゃありません。なんかタバコとコーヒーはすごく合うっていう話をよく聞きますけども、私はタバコを吸ったことがないのでよくわかりませんね。なるほど、コーヒーは万人向けではありませんからな。前回ここにいた包帯ぐるぐる巻きの女性、彼女がどうかしました？どこかで会った気がするのです。ずっと思い出しそうとしてはいるのですが、はて、あまり考えすぎない方がいいですよ。そういうのって答えを探すのをやめた時、ふっと思い出すものですから、かもしれませんね。では私はこれで、いろいろとありがとうございました。またのお越しを。いらっしゃいませ。あ、こんばんは、探偵さん。あ、斉藤さん、また無口な人が迷い込んできた。何にいたしますか？ガットパンチを。ブラの紐がかゆい。ブラの紐ってかゆくなるの？男だからわかんないんだけど。プラナガイド、カルモトリの適量、熟成させてミックス。はい。あ、ちゃんと作ってくれたんだね。今日はどうされました？まあ、なんていうかな。ホリデーブルーでしんみりしているところさ。じゃああなたもメガクリスマスのお祝いをする派ですか？当然だろ。そういうのはあんまり祝わないタイプかと。よくそう言われるよ。メガクリスマスような資本主義者的イベントには反対してるのかと。何せケチだし。言いたいことがあるなら言えよ。やめときます。でも冷静に考えてみると、ホリデーブルーってメガクリスマスだけじゃなくて、このシーズン自体に対してブルーになってるってことですよね。大量消費のイカれたシーズンさ。メガクリスマスってのは昔祝われていた本物のクリスマスのまがいものでしかない。年末のシーズンではじわじわと企業の食い物にされていた。僕らが休日気分になったところで企業にいいように操られてしまうだけだ。そこへ来て、あのターボ男だ。ここ数年はリング上で毎年サンタの格好をしている。ターボ男、そんなリングネームでしたっけ？そうだよ。本当に？そんなダサい名前で登録できるんですか？相方の名前はバスターマスターだし、ライバルはドクターリクスマックスだからね。どんな名前でもいいんだよ。サンタのコスプレをするレスラーがいるって話は知っていましたけど、手がつけられないほどの人気ぶりだそうですね。もちろんそれはみんなが、なんとかしてるのと一部でしかありません。サンタはレッドモンドファミリーのせいでネガサンタになった。自らの過ちに気づいたネガサンタは壮大なるメガサンタとなって蘇り、メガクリスマスと改名した。するとその流行を嗅ぎつけた企業がこぞって飛びつき、クリスマスはいつしかメガクリスマスと呼ばれるようになった。じゃあつまりクリスマスの解明をきっかけになった張本人がターボ男っていうリングネームを使っているということですか？そう。なんだかクリスマスそのものがジョークになったみたい。その通りだよ。じゃあクリスマスツリーに代わりに、ただのアルミ棒を飾ったりもしない。フェスティ、
フェスティバル、フェスティバスのことかい？しないよ。フェスティバスを祝うのはどんな人たちが知っているかい？野暮で退屈な連中さ、クリスマスじゃなくてフェスティバスを祝うのがイケてると思っているようなニュークしか食べずに他の連中を見下している奴らと一緒さ。なるほど。おかわりを作りしますか？フリンジビーバー頼む。フリンジビーバー。フリンジビーバー F だ。アルデバイト1、カルモドリン1、2、3、4、5、6、7、8、9。で、熟成させてミックス。はい。うん、ありがとう。最近の街の様子はどうです？噂話とかあります？それを聞きたいのは僕の方だけど。まあでも、目新しい話は何もないよ。ホワイトナイトへのリンチも終わったみたいだし。本当に？ホワイトナイトのパワードスーツについてはまだ詳しいことは分かっていないんだけど、銀行襲撃事件後に起きた騒動は収縮に向かっているようだ。それは何よりです。襲撃事件に関する詳細はまだ分からないのですか？あそこで何か起きたのであれ、あらゆる記憶は抹消されてしまっている。防犯カメラの映像、システムログ、全てが消されてしまった。何があったのか謎は深まるばかりだね。セイは証言するつもりなのかな？でもそもそもセイが現場にいたってことは誰も知らないんじゃない？となると記憶が一切残ってない方がセイは安全なのかも。バーテンダー、どうかしたのかい？ごめんなさい、ちょっと考え事。まあそういうわけであまり話せることはない。くだらない奇妙な噂ならあちこちにあるけどね。例えば自販機のテザー銃が故障したとか、もっと威力の高いものが配備されるようになったなるとか、この世界最後の雨の作者が実は瓶詰めの脳みそでこの街に住んでいるとか。まあどれもジャンキーどものやた話だよ。ジャンキーが僕の求める最後のワンピースを持っているってこともあるけど、そういうやた話も聞いて、ね、やらなきゃならない。ふーん、まあそうそう行くよ。良いお年を。またのお越しを。さてと、ボスはいないんだった。ギルそこにいる？まあ休憩か。誰か来たら教えて。はい、ということでサクッと次のお客様に会いに行きましょう。外はすごく静かだったな。曲はこのままでいきましょうか。ジル。あら、キムさん。さん付けなんてやめて、なんだか変な感じ。今日はなんだか楽しそうですね。メガクリスマスでお金が入ったからね。あなたはどう？幸せ？ぼちぼちです。何にしますか？ビールをちょうだい。わかりました。ビール。うわ、アルデバイト、ブロリンエキスを2、デルタを1、フラナを2。あ、やばい、熟成させちゃった。で、カルモトリンを1、2、3、4、ミックスします。提供、ビールです。ありがとう。それで調子はどうです？絶好調。抜け毛がなくなって食欲戻ってきたし、新聞社の仕事でどれだけ心の余裕をなくしていたのかやめてみてようやくわかった。ずっと負け犬だった気分だったけど、今じゃ勝ったってな気分。自分の人生を取り戻せたっていうか。それなら何よりです。あとね、私1月からバーテンダーの研修を受けることにしたの。へえ、本当に？うん、ちょっと調べてみたんだけど面白そうだと思って。BTC のいろんな特典もあるし、しばらくやってみるのも悪くないかなと思って。一生続けるかどうかわからないけど、手始めとしては悪くない。バーテンダーをやりながら次のステップを考えてみるわ。じゃあ一つアドバイスを。どうしてもっていう場合以外、BTC の住宅サービスに申し込んじゃダメですよ。その契約にサインしたら最低5年働かないといけないし、その間給料もチップも減らされてしまいます。私も危うく契約するところだったんだけど、土壇場で少し思いとどまって。少し。というのは結局 BTC が見つけてくれたアパートに住むことになったんですが、BTC の契約にはサインせずに普通の賃貸として借りました。どうしてそんなことができたのか未だによくわからないけど。その建物自体 BTC が建てたものじゃないの？イギリスではそうですね。BTC は不動産会社も所有してますから。アパートメントを、施設を所有して従業員に部屋を格安で提供しています。でもグリッチシティが不動産業界をかけて牛耳っています。だから BTC も気軽に部屋を提供できないのです。へえ。レアルティヌアにはちょっと奇妙なところがあって、あの会社に任せておけば安心だっていう一つのブランドになっていますが、でも実際のところここ10年ほどレアルティヌアはほとんど何の仕事もしていないんです。そうなの？創業当時は不動産を売ったり、誰もが見切りをつけた土地に建物を建ててたりしました。そうやって不動産業界の大物に押し上がっていったんです。でも実際はあの会社そのものはここ数年仕事をしていません。
既存の不動産から利益を得たり、自分たちの代わりに他の会社を仕事させるだけで、多分ここ10年ほどで彼らが始めた新規プロジェクトは3、4個くらいしかありません。おまけにどれも既存の建物の拡張工事だけです。随分詳しいのね。いえ、うちの家主がブツブツ言っていたので、その後自分でも調べるようになっていただけです。まあ不動産会社ではよくあることみたいですけどね。でもそれだけ有名な会社のになんていうか意外っていうか、すいません、一方的に喋ってしまって。あなたも喉が渇いたでしょう。何かお作りしますか？シュガーラッシュ。わかりました。今日めっちゃ喋るね、主人公。アルデバイト2、デルタパウダーを1、カルモトリンを適量して、ミックス。提供。はい、どうぞ。わーい。実はね、ジル、今日あなたにお礼を言いに来たの。私に？うん、初めてここに来た時の私は本当にひどいありさまだった。ショックを受けて疲れてめちゃくちゃだった。ひどいことも言ってしまった。でも、あなたは辛抱強く話に付き合ってくれた。おかげで落ち着きを取り戻せた。それにあなたのボスは命の恩人だし、それで、うん。年が明ける前にあなたにお礼を言っておかないといけない気がしたの。こちらこそわざわざありがとうございます。まあそれはともかくあなたはどう？この前はちょっと様子が変だったから。今は元気です。ありがとう。よかった。あなたらしくなかった気がしたから。これまでずっとクールなバーテンダーを気取っていたしね。そうですか？違うの？違います。本当に？あなたがクールと言っているものは他の人から見たら冷たいになると思います。クールも冷たいも意味としては一緒かもしれませんけど、でもやっぱりクールなふりはできませんね。すいません、幻滅させてしまって。ちょっと今はいろいろありすぎて。そう。がっかりしました。いや、むしろ驚いたかな。でもどうして私はあなたがクールなバーテンダーのふりをしていると思ったのだろう。自分がバーで働くようになったら私もそういう演技が必要かもしれない。これはさらなる調査は必要ね。頑張ってください。さて、炭酸系のやつも試してみようかしら。炭酸系ね。ビールにしようか。デルタ1、フラナガイド。熟成させてミックス。はい、ありがとう。おいジル、ちょっと氷を借りるぞ。あ、ボス。ボス？おう、見た顔だな。ありがとうございます。ありがとうございます。おいおい、元気そうでよかった。元気どころではありません。生きてます。ここにいます。あなたがそこにいてくれたおかげで、人生最悪のミスを犯さずに済みました。気づいたら周りの世界全部に怒鳴られるように感じてしまって。耳を塞いでも怒鳴り声が聞こえて、それで、本当にありがとう。礼には及ばんよ。正しいと思ったことをしたまでだ。ジル、氷を。ええ。もし、今でも助けが必要なら力になれる人間を何人か知っているぞ。心配しないで。今はもうすっかり元気。セラピストのところにも何度か通ったけど大丈夫だろうって言われたし。あの時あなたがいてくれなかったら、本当に何て言ったらいいか。礼ならもういいって言っただろ。元気な姿を見られただけで十分だ。早くお礼を言いに来るべきだったのに、あなたは恩人なんだから。心配するな。幸せになれよ。やり直すチャンスがあるんだ。それを精一杯使うといい。きっとそうします。帰るね。良いお年をじる。それからもう一度ありがとう。またのお越しを。数週間前、ある女の人が自殺しようとして女性を救ったって記事を読みました。空中でキャッチしたとか。その件について何か知ってるんじゃないですか？さあ、どうかな。誰がやったのであれ、そいつは自分が正しいと思うことをやっただけだろうな。かっこいいな、ボスは。孤独を感じている。その声は。ああ、久しぶり。本当に久しぶりね。最後に会ってから一日を経っているような気がする。先週顔を出そうと思ったんだけど、あなたもいろいろ大変そうだったから。だから少し落ち着くまで隠れて待っていたわけ。もしもし、地球より上へ、応答せよ。無視してたら消えるはず。ちょっと、私は、名指しが来た時の恐怖じゃないの。無視しても無駄だよ。ジュリアン・スティングレイ、あなたのことよ。落ち着いて、挑発に乗ったらダメ。でもどうして私のフルネームを知っている？あなたのフルネームはジュリアン・ナタリー・シュティングレイだと思ったけど、ナタリーの部分はどうしたの？戸籍から消した？心を読まれている。まあね、あなたの考えることは画面下の方に書いてあるから。だから嫌でも目に入っちゃうっていうか。やっぱり私、頭が変になってきているんだ。それは随分独りよがりじゃない。世界はあなたが思っている理解不能な場所なんだから、それを、なんかノイズっぽいな。受け入れようとせず、頭が変になったって片付けようとするなんて。説明できないことがあるからこそ、この世界は素晴らしいんだよ。それに他の人には見えないとしても、だからといって嘘ではないし、頭の病気ってわけではない。同じものを見ても人によっては感じ方はそれぞれでしょ？違う。それこそ頭のおかしい人が言いそうなことだよ。ようやく反応してくれた。しまった。よかった。じゃあ早速注文。何も出さないよ。え？なんで？どうして？前回あなたに出したお酒は全部床にこぼれて私が掃除しなきゃならなかったんだから。そう。意固地にならないでよ。おまけにあなたが頼んだ分は私が全部自腹で払ったんだから。どういうからくりか知らないけどあなたのせいであの週の計画はめちゃくちゃになった。あのお金でカレーを食べようと思っていたのに。
パトロール完了だ。今日も客入りが少なかったよ。だがそれにしても全く。大丈夫か？なんだか怒っているみたいだけど。なんでもない。お疲れ様。戻ったぞ。あ、ボスどうしたんです？打ち合わせを早めに切り上げてきたんだ。まあ、ハッシーのボトルも飲めたし。どうして取り乱しているようだが。なんでもありません。この二人には本当に見えていないんだ。目の前にいるのに。おまけにスカートの下にジーンズを。どうしてそんなこと。みんなを困らせるためでしょ？決まってる。あれは最新の流行なのか、あの子は自分が何をしているのか分かっているのか、誰もがおかしいと感じ、注意の一つでもしてやろうと考えている。でもそこで思いとどまる。待てよ、そんなにおかしくなるんじゃないか。世の中には スパッツというものだってあるんだし、変な気はするけど間違っているわけじゃない。それで私をじっと見ることしかできなくなる。他の人には見えてないみたいけど、それは見たいと思っていないから、ただそれだけ。ジルどうした？こんなところでまだ百面相の練習か。ええ、ちょっと昔のことを思い出してしまって、頭がまともだった頃に戻りたい。ボス、今日は早上がりさせてください。あなたはついてこないで。誰に言ってるんだ？しまった、声に出ていた。心の声と本当の声をごちゃごちゃにした人はあなたが初めてかも。カウンターの近くに犬がいたような気がしてごめんなさい。ああ、そうか。今日は早上がりしていいですか？うむ。店番してくれてありがとう。俺は？お前はまだ帰るわけじゃないんだろう。礼を言うのはその時だ。いや、そういうことじゃ。いえ、何でもありません。ということで、今回も無事。無事なのかな。今日お前が孤独を感じた時に、すげえチップくれるやん。めっちゃいいやん。ホワイト企業やな。はい、ということで今回はこんな感じで終わりたいなと思います。次はどんなお客様が来るのでしょうか。楽しみです。ご視聴ありがとうございました。